は結構パンツスタイルが多いですね。一応トップスが 23SS の T シャツ。自分のキャラクターに合ったものを着ます。とシェーヌダンクル、リングもエルメスなんですけど、のメゾン三原康博の福岡店でスタッフとして働いてます。アリサイムニラあ、分かりました。と上が三原康博の、これは去年の秋冬のモデルです。なんですけど、毎シーズン同じ形で出てるので要チェックしてください。で下はアクネのパンツでこけちゃったので、リアルダメージデニム、リアルダメージデニムになってます。で靴も三原康博で、富山のセレクトショップ、このコラボレーション7センチぐらいヒールがあります。あ、買えます。福岡でも買えますし、全店舗で買えます。東京大阪買えます。とこれは、今月の、店舗でお配りしているノベルティです。6月だけ毎月、商品を変えてご来店いた方にお配りしてます。でこれも三原康博です。これもコラボレーションで携帯ストラップです。三原さんからのメッセージで、携帯はそんなに大事に扱うなって書いてあります。 Don't care of your cell phone too much、 大事に使ってますっていう感じです。普段は結構パンツスタイルが多いですね。あんまりスカートは履かないけど、三原康博のワンピースがすごい可愛いので、ワンピースかパンツスタイルです。シルエットと丈感、こう例えばこれとか全部下ろしてもいいんですけど、なんかちょっと靴下見せてこう真っ黒真っ黒にならないようにとか、あとはあれですね、私はお尻がちょっとコンプレックスなので、お尻が隠れるぐらいそんなに目立たないようにトップスを選んでます。ショッピングは日本の、セレクトショップでストゥディオスっていうセレクトショップがあって、そこでめちゃくちゃお買い物してました。ブランドでいうと、一世三宅とか、あとはそこ一世三宅は取り扱えないか、結構女性のデザイナーズのブランドが多いですね。アクネも好きです。アクネも好き。マストフード、なんだろう、まあ焼き鳥ですね。焼き鳥、なんか鶏の皮ぐるぐる串に巻いて食べるソウルフードが福岡にはあります。いっぱい食べると気持ち悪いんですけど、お酒が好きな方はぜひ食べてみてください。まあ、同じく三原康博の福岡店のスタッフしてます。よろしくお願いします。一応トップスが 23SS の T シャツになってます。なんか結構ダメージ加工こういうとことか入ってて、あと後ろもデザインが入ってます。でパンツが今シーズンの 23AW のリップストップパンツになります。まあ、ちょっと結構太めで、なんだろうな、あと絞りもついてます。でスニーカーが 23SS のコレクションのモデルになってます。パーカーっていうモデルで、でこれはコレクションモデルなんで今はちょっと買えないんですけど、なんか同じような形で出るんで、よかったらチェックしてください。リングは全部基本古着ヴィンテージになってます。一応この辺とこれがカレンシルバーっていうタイの民族のやつになってます。結構好きで使ってます。あとリストバンドじゃないんですけど、これがキャピタルのやつで、あの自転車用の足に巻くやつです。こうやって、あ、これキャピタル、そうですぐらいですかね。これで通勤してますよ。紹介お願いします。紹介、まあ、いただき物なんであれなんですけど、もらい物でよく乗ってますね。ただこのこれがチェーンが出てるんで引っかかんないようにこれ巻いてますぐらいですね。普段ですか。普段はでも古着が多いんですよね。なんでうちのブランドの服と古着混ぜてきてます。ミックスして、はい。大切に思うこと、そうですね、最近は結構なんかラフな格好が好きなんで、ラフな格好に、なんだろうな、まあ、ジュエリーだったりとか、ネイルとか、ちょっとこう、なんだろうな、男性っぽくなりすぎないように、そこミックスするようにしてます。はい。最近好きなブランド、結構日本のブランドとかだったら、シュガーヒルとか、シュガーヒルっていうブランドだったりとか、あと何見てるかな、最近、まあ、ケンゾーとか、結構チェックしてますね。
そうですね、ニーゴさんになってからチェックしてます。ショッピングは最近買いに来てないんですけど、結構古着屋にフラッと寄ったりとか、特になんか行きつけの場所が多いとかじゃないんですけど、歩いてて古着屋見つけたらフラッと寄っていいのがあったら買うって感じです。そうですね、インスタが多いかもですね。インスタと結構友達周りに服好きな人多いので、そこからインスピレを受けて真似したりとか真似されたりとかやってます。近藤です。福岡で洋服屋さんしてます。あ、ショップネーム、はい、あ、サンベロシティ、あ、カブエンプトとか、あ、服アンユーズド、うん、アンユーズド、ベドウィン、ベドウィン、うん、で、ルネッタバダ、あ、帽子はデラックス、靴はコンバース、メイドインジャパン、うん、あ、ネックレスはもうただのゴールドのネックレス、ノーブランド。リングもこれ結婚指輪、結婚指輪、yeah、結構幅広くなんかストリートっぽいものも来ますし、ちょっと綺麗な感じも来ます。自分のお店か友達の古着屋さんとかが多いですね。でももう店にある服ばっか着てるんで、あとはもうやっぱ古着とかですかね。自分のキャラクターに合ったものを着ます。それこそブランドの、ブランド作ってる人、なんていうんですかね、デザイナーさんとか、そういう方はよく見ます。誕生日紹介、カディッシュっていう店で働いてます、稲葉と言います。上はオールドジョー、うちの取り扱いのもので、下は M47 フランス軍のヴィンテージです。下は下駄は知り合いのお店でオーダーして作ってもらいました。ブランドないんですよ。あ、ブランドない、はい、時計はこれセイコーの安いやつとシェーヌダンク、リングもエルメスなんですけど、こっちはオーダーで自分で作ってもらったやつです。オーダーメイド。そうですね、はい、割と何でも来ます。なんかジャンルにこだわりはないので、モードなものもヴィンテージもどっちも大好きです。サイズですかね、なんか自分はすごく細いんで、ゆとりを持って着るのかタイトにするのかは気にしてます。もう取り扱ってるオールドジョーがずっと好きで、来季のコレクションもすごく良かったです。 あまり人の服は見ないです。僕はメディアとかもあんま見ないです。自分だけで考えてる感じが多いかなと思います。洋服屋で働いてる友達も多いんで、そういうお店を回りながら気に入ったものを買ってるかなとは思います。古着はでも見つけていいなと思ったら